皆さんこんにちは。私たちの太陽系の中心天体である太陽、太陽は絶えずフレア爆発やコロナ質量放出といった活発な活動現象を示しています。実は近年の観測から太陽とよく似た恒星でも太陽をはるかに上回るフレア爆発、スーパーフレアが起きていることが発見されました。太陽フレアは太陽黒点のその上空、コロナに蓄積された磁気エネルギーが突発的に解放される現象だと考えられています。したがって恒星フレアをよく理解するためには可視光を使って恒星の黒点を捉えるだけではなくて、紫外線や X 線を使ってその上空の大気を同時に観測する必要があります。しかし現在の宇宙望遠鏡、そして地上望遠鏡では分解能が足りないために恒星を空間分解して観測することが難しいとされています。そこで今回私たちは太陽を使って太陽をあたかも星のように観測する、つまり太陽を空間分解せずに、しかもいろいろな波長で観測するという研究を行いました。今ここに太陽の自転に伴って黒点が太陽面を通過したトランジットした際の複数の波長帯におけるライトカーブを示しています。太陽の自転に伴って黒点が太陽面上動くとライトカーブの明るさが変動していることがわかります。左上から SDO 衛星の取得した光球の時速量を彩層、遷移層、そしてコロナの画像です。右下は日本の日の出衛星の取得したコロナの X 線画像です。まず光球に対応する可視連続光では黒点が周囲と比べて暗く見えます。そのため光球のライトカーブは谷となって現れる、すなわち減光していることがわかります。これは従来の観測からよく知られた結果です。一方その光球で測定した速量は黒点が太陽面の中心付近に来ているときに最も大きく観測されます。またその上空の彩層やコロナに対応する紫外線、X 線のライトカーブを見ると基本的に黒点の上空の磁場や磁気ループは明るく輝いて観測されます。そのため紫外線や X 線のライトカーブはほとんどの場合増光として観測されます。ここで非常に興味深いのが遷移層温度に対応する紫外線のライトカーブが谷になって現れる、すなわち減光して見える場合があることに私たちは気づきました。黒点の上空の磁気ループが明るく輝いているにもかかわらず太陽全体で明るさを足し合わせると遷移層温度に対応する紫外線のライトカーブは減光として現れる場合があることに気づいたのです。これは非常に奇妙、そして興味深い結果です。この謎を解明するために私たちはより詳しい解析を行いました。その結果次のようなことが分かりました。まず太陽コロナは100万度や200万度といった超高温の大気に対応します。一方遷移層はそれよりも温度のやや低い数十万度の大気に相当します。黒点が存在すると黒点の周囲で遷移層温度のプラズマは黒点の影響によって加熱されて100万度、200万度といったコロナ温度にまで達していることが今回分かりました。すなわち黒点の周辺の遷移層温度のプラズマは相対的に量が減っているということになります。しかもその遷移層温度のプラズマの減少している領域は太陽面の面積に対して約4割という非常に広い範囲にわたっていました。したがって遷移層温度に感度を持つ紫外線でライトカーブを描くとそれが減光して現れる、谷となって現れることが分かったわけです。一方光球のライトカーブ、それからコロナのライトカーブで増光減光のタイミングに差があることが分かりました。そしてこの時間差はコロナループの大きさに対応していることも分かりました。こういった結果は空間分解して観測することが困難な遠くの恒星においても複
数の波長帯でライトカーブを取得することで恒星黒点やその上空の情報を得られる可能性を示しています。実際の太陽や恒星では黒点が一つだけではなく複数ある場合が考えられます。そのため今後の研究としては複数の黒点が太陽面上、恒星面上を回っているときにどのようにライトカーブが見られるのかといったことを数値計算によって計算することが一つの課題だと考えています。またこれまでの宇宙望遠鏡では残念ながら感度が足りないために紫外線や X 線で恒星黒点を観測することが難しいとされてきました。しかし現在開発中の新しい紫外線宇宙望遠鏡を使うと感度が大幅に向上するため、もしかしたら近い将来私たちも恒星黒点を紫外線でモニター観測することができるようになるかもしれません。また現在日本を中心として欧米と共同開発を続けている磁気太陽観測衛星ソーラーシー EVST、 ソーラーシーでは彩層からコロナまでの幅広い温度帯を隙間なく、しかも非常に高い感度分解能を使って観測することを目指しています。ソーラーシーではこのような観測を行うことによって大気加熱そしてフレア爆発の謎に挑みます。現行の日の出衛星を上回る圧倒的な感度そして分解能を使ったソーラーシーの観測によって太陽大気がどのようにして紫外線放射を生み出すのか、そういったメカニズムがより詳細に理解できると期待しています。